次に1番立花大輔議員。立花議員。市民クラブの立花大輔でございます。楠谷市議に続きまして一問一答形式で進めさせていただきます。そして今回代表質問の最後ではございますけれども、平成最後の代表質問者でもございます。この議会にあたりまして議事録の方を拝見させていただきますと、平成元年当時の市長は奥田清春市長でございました。そして議事録の中には今いらっしゃいます久松道夫市会議員、そして坂口秀夫市議はですね、職員として議事録の方に元年の方登場されます。そして市民クラブでございますけれども、当時の平成元年のトップバッターがですね、市民クラブでございまして、そこには市民クラブで始まるという内容のもとでございます。その市会議員が田代よしみ市会議員が当時市民クラブの代表として質問しまして、そして本日市民クラブで終わるという質問をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。そしてこの自治体総合アプリでございますけれども、今回インターネット関連というのはですね、この代表質問ではなかなか珍しい項目でございます。防災、子育て支援、そういうものがですね、代表質問に出てくる項目でございますけれども、あえてこの情報質問、関連のですね、質問を会派内で相談させていただきまして出させていただきました。やはりこの武上市長の方では安心安全社会、さまざまな施策がございますけれども、この情報関連に関して一体どのように考えていらっしゃるのか疑問に思いまして、会派内で草谷代表とお話しさせていただきまして、時間50分の話もございましたけれども、まとめて相談させて決めさせていただいた次第でございます。それでは自治体総合アプリから入らせていただきます。自治体総合アプリとは、松阪市の情報を自治体総合アプリを導入し、市民の皆様に直接的に情報を発信できる、環境を整えて市民のニーズに合った情報を届けていくというアプリでございます。またスマートフォンやタブレット端末の保有率が高まっている、おります。この自治体総合アプリでございますけれども、利用者数や波及効果どのぐらい見込まれていますでしょうか。1点目の質問でお願いいたします。加藤企画振興部長。今議員の方からですね、利用者数あるいは波及効果をどのように見込んでおるのかというものをご質問いただきました。この自治体総合アプリにつきましては、一般的に想定されますのが、その機能としては広報であるとか、防災であるとか、ごみ収集情報であるとか、子育て情報であるとか、あるいは利用者の方から通報をしていただくような、そういった機能、そういったものが考えられるところでございます。それぞれの機能によってですね、その対象者も異なってくるというふうにも考えております。そのためにどれぐらいの対象者があるのかということにつきましてはですね、なかなかお答えしづらい部分もあるわけでございますけれども、例えばですね、一例としてご説明をさせていただきますと、ゴミ収集なんかを考えていますとですね、今現在そのゴミ収集のカレンダーというものを毎年1回ですね、3月の広報と合わせて各世帯に配布をされております。これは全市民全世帯に対してですね、基本的に広報という形で配布をさせていただいているところでございます。その紙ベースのカレンダーにつきましては、例えば冷蔵庫や台所に貼っていただいて確認をしていただくと、そういうふうな形でご利用いただいているのかなというふうに考えております。これをですね、例えばそのアプリという部分を機能を使いまして、やろうとすればですね、例えば利用者の方がご自身の住所とか、あるいはお住まいの居住地域というものを登録をですね、設定をしておけばですね、ゴミの種類別に、例えば収集日の前日にですね、プッシュ通知といいまして、スマートフォンを持っておればですね、
明日例えば燃えるごみの収集日ですよというふうなこう通知が届くというふうな機能があるわけでございます。まあ、わざわざその紙ベースのものを見に行かなくてもですね、どこにいてもですね、明日このごみなんかなというふうな、まあ、そういったものが分かるわけでございます。まあ、こういったものもですね、考えようによっては全市民の方がそれを利用していただければですね、そういったことがこう紙ベースのものとこう合わせてですね、使っていただくということでより機能が発揮できるのかなというふうに考えております。従いましてその波及効果につきましてもですね、先ほど冒頭に申し上げましたように、このいろんな分野でこのアプリというものは考えられますので、それぞれの分野におきましてですね、それなりに波及効果はあるものだというふうには考えております。立花議員。では障害カメラ使わせていただきたいと思います。この事態総合アプリでございますけれども、まあ、大きな一番のですね、概要としまして、単機能のですね、アプリの入り口を一箇所に、まあ、集約したポータル機能を持つアプリということでございます。先ほど出ました清掃アプリ、そしてまた子育てアプリ、通報アプリ、さまざまなアプリをまとめるというわけでございますけれども、これがですね、まあ、通常のアプリというのは1個ずつこう分かれているわけでございますけれども、もしそのこれ一般のですね、携帯の方でまとめてしまうことができます。 6つですね、一括りに、まあ、することができるんですけども、障害カメラありがとうございます。この単機能アプリの入り口を一箇所に、まあ、集約するという部分でございますけども、携帯電話の方ではそういう機能がですね、標準に、まあ、フォルダーを作るとかグルーピングするとかさまざまな言い回しはあるんですけども、こういうのは標準の携帯の方で備えてあるものなんですけど、あえてこう松坂氏が作る必要性というのはどういうところにあるんでしょうか。お願いいたします。加藤企画振興部長。これにつきましてはですね、それぞれのこの利用者の方々の、まあ、言った属性というんですか、まあ、そういったものに応じましてですね、多様なこの選択肢というものを提示をする中でですね、その利用者の方の属性に応じた形の一番こうマッチしたものをですね、選択をいただいて、情報のこの双方向のやり取りができるというふうなことを想定をいたしまして、その単機能のものをいくつかダウンロードするのではなくて、一つの入り口のものをダウンロードして使いやすいような形を目指していきたいと、このように考えているところでございます。立花議員。そうです、先ほども説明しましたように、この612万1000円でございますけれども、予算を使ってですね、あえて、まあ、標準の携帯でですね、できる機能を、まあ、するこの部分がですね、やはり、疑問で残っております。またその部分以外でですね、その通常の携帯以外でですね、このアプリしかない機能、特殊性っていうのは何かあるんでしょうか。お願いいたします。加藤企画振興部長。特殊性と言えるかどうかはちょっと分かりませんけども、いわゆるこの情報の分野ごとにですね、アプリをダウンロードする必要がないような、そのいわゆるキュレーションシステム、キュレーションアプリというものを導入するということを想定をしておりまして、さまざまに今個別に提供しているサービスをですね、まとめた形でのサービスが可能になるというふうなことを考えているところでございます。立花議員。分かりました。先ほどですね、最初の方のお話で、ホルダーまたまとめるアプリが前で作ることはないと思うんですけれども、その中でプッシュオン通知、この方のですね、登録者の、まあ、年齢、また性別で、アプリを持っているとですね、その相手に対して、まあ、情報が来るというアプリが、まあ、あるという認識でよろしいんでしょうか。よろしくお願いします。議長。加藤企画振興部長。
先ほども一例を出させていただいた、ゴミの収集についてもですね、その利用者の方の住所とか居住地域をこう設定をしておけばですね、それなりのその地域のゴミの収集日というものをこうプッシュで返してくるというふうなものですし、先行して今実施をしております子育てのですね、マツプリというのが昨年ですね、導入をしておりますけれども、これらにつきましてもですね、例えば予防接種の管理の中ではですね、お子様の子どもさんのですね、生年月日というものをこう設定をしておけばですね、予防接種のこう通知が来るというふうな、そういうふうな状況もございますので、それは他の分野においてもですね、そういった属性というものを登録をしておけばですね、こうプッシュがされるというふうなシステムを考えているところでございます。立花議員。はい、プッシュオン通知の説明分かりました。その年齢性別、そういうものを登録しておけばですね、スマートフォンの方から情報が、送られてくるということでございます。しかし、この、自治体総合アプリに関してはですね、必要限、最低限必要な情報といいますと、やっぱり知るということでございます。これに関しては現在松阪市のホームページ、ヤフーとかグーグルとかもございますけれども、そこから見ることもできますし、またギュッと松阪もフェイスブック、ツイッター、インスタグラム、そういうものでお金をかけずにですね、見ることができる。それが一番ですね、大事な部分かなというふうに思っております。このプッシュオン通知に関してはあくまでもその最低限必要な、付加価値の部分だと思ってまして、この部分ですね、どうしてこのアプリがですね、必要なのか、また今後ご議論いただければなというふうに終わりまして、この部分のここは時間がないので終わらせていただきます。すみません。続きまして、地域、BWA 活用、Wi-Fi 整備事業について、に進ませていただきます。こちらに関して、地域 BWA 活用事業、本庁の設置する、地域 BWA 基地局から電波範囲、中心市街地における Wi-Fi アクセスポイントを12カ所設置し、観光用 Wi-Fi 回線として整備して無料でできるということでございます。欧米では公共施設や観光施設での無料 Wi-Fi が発達していると聞きます。その理由としては考えられるのは、日本がですね、この Wi-Fi が進まない考えられる理由としては、携帯の方で 4G や LTE の全国普及が進んでいることが考えられると思います。この無料 Wi-Fi の利用をですね、増やしていくためにですね、また訪日の外国人を取り込むことにですね、この Wi-Fi の整備が必要というわけでございます。その中で今回 Wi-Fi 整備事業の中で12カ所のポイントを選ばれましたが、ショーカーカメラ使わせていただきます。ちょっと分かりにくいです、すみません。松阪駅周辺からですね、1番がですね、松阪市駐車場を書いてありまして、駅前とかですね、駅前が12番、この1から12、スポットございますけれども、駅前を中心とするですね、中心市街地という設定になっておりますけれども、ショーカーカメラありがとうございます。この、中心市街地でございますけれども、この中心市街地にですね、設定された理由というのを教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。村林産業文化部長。今回のこの事業によりまして、12箇所を選定した理由ということでございますが、今回、地域 BWA 活用 Wi-Fi 整備事業によりまして、整備する Wi-Fi のアクセスポイントにつきましては、先ほど議員の方からも仰せられましたように、12箇所設置ということで、松阪市駐車場、松阪市歴史民俗資料館、松坂城跡、五条番屋敷、原田二郎旧宅、旧長谷川二郎兵衛家、これについては屋内と屋外、そして旧大津製左衛門家、松阪市産業振興センター、豪商の町松阪観光交流センター、松阪市産業振興センターカリオン別館、松阪駅観光情報センター、この12箇所でございます。設置場所の選定につきましては、今回設置します基地局から電波が届く範囲で、
市において電源確保が可能な観光スポット、文化財施設などでございます。予算計上にあたっては電波調査を行いまして、例えば旧長谷川次郎米家については建造物内と庭園の2カ所に選定したと、そういうふうなところでございます。楠谷立花議員。その中でですね、中心市街地12カ所設定されていますけれども、その他の場所のご考えというのはありませんでしょうか。今回中心市街地ということでございますけれども、観光ということもありまして、他にも観光地というのがあったんですけれども、例えば竹城記念館とかですね、こういうものにもその他の場所にこのアクセスポイントの設置の考えというのはないんでしょうか。よろしくお願いします。村林産業文化部長。今回の地域 BWA を活用しました Wi-Fi 整備事業につきましては、平成30年の2月に市と松坂ケーブルテレビステーション株式会社との間で地域 BWA の整備及び提供に関して協定書を締結したことによりまして、ケーブルテレビは市役所本庁舎の屋上に地域 BWA 基地局を整備することができ、そして市につきましては観光施設等における Wi-Fi 回線の無償提供を受けることができるなど、お互いのメリットがある中で実施したものでございます。今回整備する Wi-Fi は地域 BWA の電波が届かない施設においてもケーブルテレビの回線があれば同じ仕組みの機器を設置することで、地域 BWA の電波の届くところと同様に利用が可能となるものでございます。今後、今回整備いたします Wi-Fi の利用状況等も調査する中で、中心市街地以外の観光スポットに広げることが観光誘客に効果的であるかについて十分に研究していきたいと考えております。立花議員。続きまして、この12箇所のポイントでもう一度初画カメラ使わせていただきます。今回12箇所このアクセスポイントがございますけれども、さまざまな場所で松坂市にこの12箇所設置されとるわけでございますけれども、気になる疑問点の部分がございます。12箇所このあるわけでございますけれども、6番7番9番10番要は Wi-Fi スポットっていうのはですね、全部で12箇所、あるわけなんですけれども、ここにですね4箇所集中しているわけでございます。ちなみに6番がですね、旧長谷川邸次郎米家の屋内で、7番が屋外、そして、9番松坂市産業センター、そして10番が豪商の町、松坂市観光交流センターでございます。12箇所あってですね、まんべんなくこうアクセスポイントをですねこうやるべきだと思うんですけども、ここが12箇所の中で、4箇所3分の1ここに集中しているわけですけども、その理由というのはどういうことを考えられるんでしょうか。お願いします。林産業文化部長。この今回設置いたします Wi-Fi につきましては、一つの機器からこう発信します電波につきましては、大体20メーターとか30メーターというふうな範囲しかこう届かないというふうなところでございまして、基地局から市役所にあります基地局から飛んだ電波をこの12箇所のところで一旦受けて、それをこう電波を流すというふうな状況でございます。そういう中でここにあります、先ほど議員の方からもご説明いただきましたように、ここにあります6番の旧長谷川次郎米家の屋内と屋外、これにつきましては今年の4月から公開日数も増やしていくというふうな施設でございます。そしてまた9番の産業振興センター、これにつきましても1階につきましては木綿センターというのも備えております。そしてあとは豪商の町、まずは観光交流センターでございますが、これは本年の4月の5日にオープンすることになっておりますが、こういった施設がございますところから、この辺にあたりましては観光客が多く訪れていただく、そういうふうなポイントになっているというふうなところで、今回はこの辺に設置をさせていただいたというふうな経過でございます。立花議員。このですね、BWA の
まあ、先ほどですね12箇所固まっとるということなんでございますけれども、この BWA っていうのはですね 2.5GHz っていう周波数を使っとると、まあ、皆さんが使っとるですね Wi-Fi の方はいろんな周波数がありまして 1.4、2.5、3.5、4.5、まあ、様々なこうですね、いいとこ悪いとこがございまして、この BWA が使う 2.5GHz もですね、いいとこがございます。その最大一つがですね、つながりやすいっていう理由がございまして、これつながりやすいっていうのは機能がまあ特段にいいっていうわけよりは利用者数が少ないので、まあこのつながりやすいっていうのがあります。そしてもう一つは費用面が安いっていうのがありまして、こういうのがまあよく一般的にですね言われるこの2.5GHz のまあいいところでございます。そしてその弱点でございますけれども、先ほど出ました狭い、まあ、通常の距離よりですね電波の届く範囲が狭いというのがございます。そしてもう一つこれ最大の弱点やと思うんですけども、障害物に弱いんじゃないかなって実は思ってまして、あの駅前とかですね周辺、まあ、中心市街地はですね電波がやはり壁にぶつかってしまうとですね、あの弱いというまあ現象がございまして、まあ、壁の範囲反射してこう Wi-Fi ってつながっていくわけなんですけども、そのためにですねやはりこの駅前になってくるとですね、まあ先ほどまあ言った場所は4カ所、松坂城の付近で3カ所集中しとるわけでございますけども、これ障害物が弱いということに関してはどういうふうに思われているんでしょうか。お願いいたします。加藤企画振興部長。まあ、議員ご指摘のとおりですね、この地域 BWA が利用しております電波は、まあ、障害物の陰にこう回り込みにくいという、まあ、いわゆる物理的な性質というものを持っております。そのためですね、市のこの本庁舎を起点として考えた場合、例えばあの松坂城跡を挟んだ向こう側ですね、そちらにはこう普通地域というものが今現在ございます。この地域 BWA を運用する前にはですね、この中心市街地で電波の、まあ、うまく届くかどうかというものを事前にこう調査をしたわけですけども、やはり今申し上げたようにですね、電波が届かない地域が出てくるというふうなことも存在をしておるわけでございます。まあ、このことにつきましてはですね、今後の、まあ、この観光行政という部分も含めた中でですね、一つの課題として、まあ、認識をしているところでございます。立花議員。まあ、あの場所によってはまあ、障害物の関係で電波が悪いところもあるということで分かりました。その中でですね、私はこの BWA のですね観光用 Wi-Fi を事業そのものをまあ指定しとるわけではなくて、まあ、中心市街地に使うのがまあ正しかったかどうか、まあ、他の場所にですねやっぱり使うべきでもなかったのかなと思っております。例えば障害物がなければですね、この回線というのは非常に早くまあ届くというのがございますので、例えばですね、まあ、公園、まあ、中部大公園とかですね、障害物が少ない方になりますので、まあ、その他の、まあ、決めてしまったんであれなんですけども、お考えというのはないということでよろしいんでしょうか。お願いします。はい、加藤企画振興部長。この、まあ、地域 BWA につきましては、まあ、先ほども産業文化部長からもお答えをいたしましたけれども、まあ、まさにケーブルテレビステーション株式会社からですね、この地域 BWA に関する事業の、まあ、打診を受けたことが、まあ、この事業に取り組む起点となったものでございます。平成30年2月には、まさにケーブルテレビステーション株式会社と松坂市が協定を結ぶに至ったわけでございます。この協定におきましてですね、いわゆる観光施設等における Wi-Fi 環境の整備、あるいは避難所等における Wi-Fi 環境の整備、こういったものを、まあ、連携して取り組むサービスとして挙げております。まあ、議員ご指摘のとおり、いろんな部分でですね、これは面的な利用という部分とスポット的な利用というものがですね、この地域 BWA というものは考えられるわけでございますが、ちょうど今この松坂市におきましてはですね、ご承知のとおり、この中心市街地でですね、観光交流センターもオープンをこの4月にする、この市役所中心
においてですね、周辺におきましてですね、観光というものがしっかりとこのスタートしていくというところでですね、まずはこのところでこの地域 BWA というものを利活用いたしまして、観光客のですね、利便性向上のためにですね、使っていきたい、まあ、こういった思いでまずは導入をさせていただいたというところでご理解を賜りたいと思います。立花議員。この Wi-Fi 整備事業でございますけど、12カ所のアクセスポイントでございますけれども、これに関してはですね、この以上でさせていただきたいと思っています。海外のインバウンドの皆様に関してはですね、やはり海外の方ではこの公共の無料のですね、 Wi-Fi スポットがですね、発達していると、日本で普及していない理由の一つとしては、まあ 4G、LTE のですね、普及が進んでいられることからですね、この無料の Wi-Fi の利用の機会が少ないものと考えられております。今後このインバウンドの取り込みを考えればですね、この公共 Wi-Fi が必要と考えますので、この12箇所に関しては否定するものではございませんので、よろしくお願いいたします。そして3つ目でございます。松阪市のキャッシュレス決算を考えを問うということでございまして、松阪市にはですね、すでに導入されているキャッシュレス決算がございます。これも諸画カメラを使わせていただきます。松阪市の方はですね、この平成30年度の4月からですね、バーコードベイ、バーコードペイ、105銀行、そしてペイビー、ゆうちょ銀行、みずほ銀行などが使われる、こういうキャッシュレス化のですね、決算を行うことができます。そしてこれ納付書でございますけれども、通常であればですね、ここにバーコードがもしあれば、先ほどのバーコードペイ、そしてペイビーをスキャンしていただくと、この納付書からですね、松阪市に来なくても、またコンビニで使わなくても納付することができる、こういう機能がですね、松阪市の方で去年からでございますけれども、行われていると聞いております。ありがとうございます。そしてこの部分で確認したいことがございますけれども、先ほどのですね、スマートアプリで納付できるということでございますけれども、この実績、何件ぐらい利用されているのか、またいくらぐらいですね、この方法を使って納付されている方がいるのか、教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。中井税務担当理事。はい、議員先ほど申されましたスマホアプリを利用した納税システムでございますが、納付実績といたしましては、昨年4月から導入しておる関係で、昨年12月末時点の数字で申し上げますと、約150件、納税額は280万円でございます。以上でございます。立花議員。キャッシュレス、約150件ということで、280万円がスマートフォンから銀行口座に電子マネーなどで納付されているという金額が分かりました。このキャッシュレス決算のですね、流れというのは非常に今早いものでございまして、民間企業、特にコンビニなど行けば、このキャッシュレス決算というのをさまざまな方法で QR コードを使ってすることができますけれども、そのようにですね、今後、今ではペイビー、また105銀行で出しているバーコードペイしかございませんので、その他の方法、ちょっと会社名はあえて言いませんけれども、そういう他の方法などは導入するおつもりはないのかです。ちなみに来月からですね、東京の渋谷区では LINE Pay による納税ができるみたいですが、それに関して選択肢を増やすということはないんでしょうか。お願いいたします。中井税務担当理事。はい、市税の納付方法のキャッシュレス化の拡大についてでございますけれども、納税の環境を整え、市民の方にご負担なく納税していただけるように、時代のニーズに応じて、これまでコンビニ収納をはじめまして、先ほどご紹介のありましたスマートフォンアプリでの納付システムなどを導入してまいりました。
まあ、今後もですね、一度口座登録をすることで納付忘れもなく大変便利な口座振り替えの推奨を行う一方でですね、キャッシュレス化が進む中で時代のニーズに応じました新たな納付方法につきまして、先ほど議員からもご提案いただきましたものも参考にですね、今後研究してまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。立花議員。納税の方では分かりました。ありがとうございます。それではですね、その他の方法といたしまして、商工の方にもお尋ねしたいものでございますけれども、続きましては、市内の、事業者における、ネット環境を用いて、キャッシュレス化の、現状というのはどういうふうにやっているんですか。お願いします。はい、村林産業文化部長。松阪市内におけますネット環境を用いたキャッシュレス決済の状況につきましては把握はしておりませんが、クレジットカード決済なども含めた広い意味でのキャッシュレス決済の状況につきましては、今年度松阪市商店街連合会加盟の各店舗を対象にクレジットカード決済についてのアンケート調査を実施し、導入割合などの把握は行っているところでございます。その結果といたしましては、121件の事業所に調査票を配布いたしまして、48事業所から回答いただき、クレジットカードの決済の導入割合につきましては、50% が導入しており、また検討中との回答いただいたのが約 8% でございました。そういう中で、以上のような状況でございます。立花議員。現状の方は分かりました。この QR コードの決算はですね、ネット環境を整っていれば端末がタブレットやスマートフォンでも導入できますけども、そちらの、クレジットではなくてスマートフォンで決算された方がですね、安く済むあれと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。お願いします。浦林産業文化部長。今回このアンケートをする中で導入していない理由というふうなも聞かさせていただく中では、決済手数料の負担が大きいこととか、売り上げがすぐに運転資金に回せないとか、端末の導入費用とかランニングコストがかかるといった意見がございました。先ほど議員の方からお話がございました、そういった QR コードを使った決済というのは、比較的そういうふうな導入の経費というのは安価で済むというふうなことも聞かせていただいておるところでございます。立花議員。商店街におけるQR コード、またキャッシュレス決算の現状などは、キャッシュレス決算など決済など分かりました。ありがとうございます。この項に関してはお話しいただきますけれども、情報化社会はですね、著しく私たちの生活に非常に激しい変化をもたらしておりますので、この急激な変化にですね、対応、納税の方もですね、そして商店街の方も対応していただきたいと思っておりますので、この項の質問に関しては終わらせていただきたいと思っております。そして最後の質問でございますけれども、こちらはですね、床上浸水被害の対策でございます。これはですね、昨年の代表質問で調べるところはですね、植松議員からもこの浸水対策の質問をされておりました。その時の話はシミュレーションのお話が出てたと思います。土土川、宮渡川、鳩子川、名護川のシミュレーションの話がですね、昨年の2月の代表質問で出ておりました。そしてこの床上浸水に関しては過去多くの議員がこの質問をされているわけでございます。その中でも消火カメラもう一回すみません使わせていただきます。こちらが名護川になりまして、こちらが春日川になります。私がですね、質問させていただきたいのは、この合流地点の
部分が大きな課題やと思っております。昨年上松議員からもこのシミュレーションのお話は出ておりましたけども、まあ、床上浸水被害がまあ多いところでございまして、まあ、鉄道上流部また春日川の合流のあたりかと思うんですけども、その部分はどういうふうにまあ告白されるというか対応されるんでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。名越川の床上浸水がまあ発生する一つの原因といたしまして、鉄道横断部のですね、あの架線断面が狭いため、架線の流れが悪くなることにあります。大雨の時に名越川と春日川の合流部付近では名越川の水位が高くなり、春日川は名越川へ流れず、時間の経過とともにですね、あの流域に降った雨水は行き場を失いまして、次第に道路が冠水し、ついには宅地まで浸水することになります。床上浸水被害の対策といたしましては、合流部の名越川の河川水位を下げる必要がございます。そのため、それより下流部においてですね、河川の流下能力を向上させる必要がありますので、名越川の鉄道より下流部は堆積土砂を撤去し、通水能力をですね、向上させる河川掘削工事を行います。その後において鉄道部分を含む鉄道から春日川合流までの区間については河川改修工事、護岸整備工事などを下流部より順次実施し、上流部においては名越川の水位を下げる対策を行います。すいません、合流部においては名越川の水位を下げる対策を行います。名越川と春日川の合流部を含め具体的なまあ河川改修工事をですね、河川改修工事またあの護岸整備工事の内容につきましては来年度県が実施設計を行うものでございまして、これから具体的な工法等についてですね、決定していくものでございます。立花議員。先ほどの合流部分に関しては分かりました。そしてですね、先ほどのもう一回、消火カメラになるんですけども、まあ、このですね、工事、まあ、大きく、その前にこの掘削ですかね、この土砂とか、される部分ですけれども、このついての概要というのをもう少し教えていただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。名越川の、ま、掘削につきましてはですね、浸水対策検討会の方で取り組んできた、ま、浸水シミュレーションの、ま、あの検討結果等もございまして、県道松坂東亜松坂線の名越橋からですね、貝花町の、春日川合流点まで、延長640メートルに対して対策を行うのですけれども、具体的な対策といたしましては、県道松坂東亜松坂線の名越橋からですね、鉄道下流部の稼働掘削、と鉄道横断部のですね、疎毒改良といいまして、まあ、あの横断部分 の、 あの改良と、あと、鉄道上流部からですね、春日川までの河川改修ということでございます。立花議員。現状の方分かりました。もう一つですね、また消火カメラになるんですけど、もう一つ工事箇所がありまし予定でありまして、すみません、カメラ使わせていただきます。この先ほどですね、川を広げるという話がありまして、この青い部分でございますけども、この部分に関しての概要もですね、もう少し教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。川幅を広げる部分という、ご質問ですが、鉄道のですね、上流部から春日川までの合流点までの部分になるんですけども、団地開発が進んだ部分についてですね、
河川改修を行い、河川断面を広げていく計画になっております。これにつきましては、31年度にですね、三重県の方が実施設計を行いますので、現時点では詳細についてはまだ決まっておりません。立花議員。詳細に関してはまだ協議いただけるということで、このですね、長年この愛宕川に関してですね、長年いろんな地域の皆様がですね、苦慮された場所でございますけれども、今回ですね、地元の住民の方にですね、周知方法についてお尋ねしたいんですけれども、その部分に関してはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。お願いいたします。議長。長野建設部長。住民への周知につきましてですけれども、これにつきましては松阪地区浸水対策検討会で取りまとめてまいりました。これまで の検討結果とですね、今後の対策方法につきまして、4月の中旬ごろにですね、県と共同でですね、住民説明会を開催していく予定をしております。名越川につきましてはですね、鉄道の上流部と下流部に分けてですね、開催を予定しております。合わせて愛宕川におきましてもですね、同様に4月中旬ごろにですね、住民説明会を開催していきたいと、そのように考えております。立花議員。4月中旬ごろには三重県と松阪市で共同で住民説明会を開催されるということで、名越川においては鉄道部の上流部と下流部の2回開催されるということでございます。愛宕川においては4月中旬に、住民されるという予定で確認できました。ありがとうございます。このですね、長年にわたってですね、浸水に悩まされていた地域の住民の皆様に関してはとても大きな一歩だというふうに思っております。そしてこれがですね、最後の質問になるんですけども、平成最後の質問といたしまして、最後には市長にもお尋ねをしたい部分がございます。今回の浸水対策でございますけども、松阪聞いているところでは松阪市長がですね、就任当初、平成27年12月に知事との懇談をしたのが話の始まりというのを聞いております。これに関しては三重県と松阪市の共同がなければですね、できない事業でございます。それにあたりまして、また市長もこの土木屋出身ということでございまして、覚え入れのある分野なりと思うんですけども、その辺はどうなりますでしょうか。平成最後の質問ということでお願いしたいところがございます。どうぞお願いします。竹上市長。はい、まずですね、この床上浸水ですね、被害ゼロっていうのは、私が平成27年に初当選するときの公約集がございます。その中の公約の一つとして掲げさせていただいているものであります。私はこういうふうに考えておりまして、まずですね、行政の役割、それはすなわち政治の役割というふうなことかと思いますけれども、それの基本となるのはですね、やはり住民の生命財産を守るっていうのが一番のですね、ベースになると、もう根本的な使命であるというふうに考えております。その上でさまざまなですね、いわゆる市民サービスというものは成り立つと、いわゆる生活の基盤のところが安全でなければですね、その上にさらなるいろんなサービスがあってもなかなかその地域に住み続けるというのはそれは難しい話であろうと。ですから安全な街づくりっていうのは、あらゆる政策のベースになると、そういうもので、だというふうに思っております。その中で松阪市っていう市を見た場合にですね、それなりにいろんな強みであるとか弱みがあると思いますけれども、松阪市の弱みの一つがですね、私の目から見れば河川でございます。この町にはいくつかの中小河川が流れております。そして大きく雲津川、それから櫛田川、いわゆる国の管理の河川の間にですね、先ほど議員もご紹介をいただきましたけれども、宮渡川であるとかですね、土戸川、それから
今回ご質問いただいている愛宕川であるとか名越川、こうした中小県の管理河川が流れております。現実にですね、今県の方で堂々川、見渡り川についてはいわゆる公共事業で整備をしていただいておりますけれども、名越川、それから愛宕川についてはまだ手つかずというような状況でございます。その中で、昨今話題になっておりますいわゆるゲリラ豪雨であるとか、昨年もですね大きな台風が何回もこの地域にもやってまいりました。その中で、せめてですね床上浸水はなくしていきたい、それをしかも短期間で何とか整備をしていきたいということで、こういった提言を知事の方にさせていただいて、そして県と市でもって検討会を作っていったというふうな経緯でございます。この度やっとですね大体のその対策の方針、候補が示されまして、まだこれから実際の実施設計をする部分もございますけれども、ある程度大体整備方針が固まってきたということで、31年度にですね一部着手ということで、私としては非常に嬉しく思っているところでございます。今後も引き続きまずは、この住民のですねやはり安全を確保すると、そういう視点のですね、ことを念頭に置きながら、こうした、対策工事を進めてまいりたいと、またこれは10カ年というふうな一つの区切りでもって10年以内というふうなことでございますので、それを目指して整備の方に取り組んでいきたいと、このように考えております。立花議員。ありがとうございます。本当にですね、この10カ年計画の中で床上浸水、いろんな、引退された議員もですねこの名越川に関してはいろんな質問をされてきたと思っております。ポンプまた、防犯カメラ、さまざまな対応はありましたけれども、今回のようなですね、こう大規模な松阪市と三重県が共同になってですね、する事業というのは初めてでございますので、大いに期待しているものでございます。そして昨年はですね、気候的な気象が相次いだ1年でございました。北陸の方ではですね、平年の6倍を超える各地で雪の影響により渋滞したとも聞いております。また夏はですね一転して災害級の猛暑となり、非常に暑い夏になった1年と聞いております。この過去最大のですね9万5000人が熱中症で救急搬送されたというのもですね昨年の中で聞いております。ですのでこの名越川に関してはですね、一応 5年というお話ではございますけれども、1年でも早くですねこの前に進んでいただきたいと思います。一刻も早く名越川の流域の床上浸水対策被害への解消と軽減に期待している次第でございます。県と市が共同で稼働掘削をされることを願いまして、床上浸水の解消を願いまして、私からの質問、関連質問は終わらせていただきたいと思います。そして、市民クラブとしての質問も最後でございまして、そして、平成最後の質問としても、市民クラブとして終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で代表質問を終了いたします。議案第1号から議案第12号までの議案12件はそれぞれの常任委員会に付託をいたします。